言語論的展開とは、ある人の使用する言語表現がその人の思想を写像したものであるという、仮定のもと思想の具体的分析の方法として、言語の分析を採用するという方法論的転換を言う。ルートビヒュート・ゲンシュタインが1922年に出版した論理哲学論校が決定的契機となり、重要視されることとなった。 言語が現実を構成するという考え方は、言語を、事物のラベルのように見なす、西洋哲学の伝統や、常識の主流に反していた。例えば、ここで言う伝統的な考え方では、まず最初に、実際の椅子のようなものがあると思われ、それに続いて、椅子という言葉が参照する椅子という意味があると、考える。しかし、椅子と、椅子以外の言葉との差異を知らなければ、私たちは、 椅子が椅子であると認識できないだろう。以上のように、フェルギナンド・ソシュールによれば、言語の意味は、音声的際から独立しては存在し得ず、意味の際は、私たちの知覚を構造化しているという。したがって、私たちが現実に関して知ることができることすべては、言語によって条件付けられているというのである。ある人が使用する、言語表現は、完全ではないかもしれないものの、 その人の思想の一つの表現であることに変わりはない。すなわち、その人が使用する言語が備える文法や語彙などの制限により、例えれば、その人の思想の元の形に多いを被せてしまうようなことになってしまうものの、言い換えれば、思想が持っている形を言語という多いで、くるんだような状態にはなるものの、他者にも把握することができるような具体的な形状を持つことになる。 他者の思想を把握するということを導く行為は複数あるにせよ、最も根拠のある科学的方法として採用され、20世紀中、盛んに研究されたのが、この言語の分析による方法であり、この思想分析の具体的方法論の転換を言語論的展開と呼ぶ。例えば、日本では虹は赤、大黄、緑、青、藍、紫の7色に見えるが、 英語には愛に該当する単語がないので、六色に見える。また、ヨーロッパ文化圏には肩こりにあたる言葉がないので、肩こりは起こらない。これらは、言葉が身体感覚を規定する例であり、言葉が現実を構築する例である。人文科学における言語論的展開に決定的であったのは、ソシュールの影響下にある構造主義及びポスト構造主義の仕事だった。 それぞれの理論における言語の重要性は異なるが、有力な理論家として、言葉と物を表したミシェル風光・フーコ人間を現存在として定義したジャック・ラカンと、その弟子筋のリュスイリガライ、ジュリア・クリステバ、脱構築を主導したジャック・デリダ、時代はやや下るもののその影響下にある、ジュディス・バトラーラが挙げられる。言語論的展開を始めた一人として、ルート・ビヒウィト・ゲンシュタインが挙げられる。 彼の初期の仕事における哲学的な問題が言語の論理の誤解から起こるという考え及び彼の後期の仕事における言語ゲームに関する初見がその起源と考えられている。非常に様々な知的な運動が言語論的展開という用語に関連付けられたが、この表現は分析哲学の伝統の中で研究していたリチャード・ローティが1967年に編集した。 リングイスティックターン、リーセントエッセイズイン、フィロソフィカルメソッド、ローティ1967というアンソロジーでポピュラーになった。言語が思考の透明な媒体でないという事実は、ヨハン・ゲオルク・ハーマンとビルヘルム・フォン・フンボルトの仕事に始まる言語哲学によってすでに強調されていた。ただし、分析哲学はこの伝統に関連しておらず、その問題意識は、 必ずしも同じではない。1970年代に人文科学は構造化の動員である言語の重要性を認識した。歴史的なディスコースにおける言語の力、特にある種の終始的な比喩についてはヘイドン・ホワイトによって研究された。ダメット P195 ハット ABC 石原千秋、未来系の読書術蓄魔書房2007年7月。 31から34ページ。ありがとうございます。